大家好，我是青蓝。这一集呢，来跑东版500里的故事。うさみちゃん，見た？猫ちゃんまたいたよ。刚好像有猫跑过去。猫どこ？もうどっか行ったんじゃない？この後、レコード屋にも寄るんだよね。うん。アイドルの新婦だっけ？ボーカルの子がね、アミグチ君にちょっと似てるの。そんなにいいかな、あいつ。学校にはろくな男いないもんな。いいなって男子、一人もいない？恋は素敵よ、うさみちゃん。アミグチ君って高校ではバスケやらないんだって。うまいのにもったいない。小学校ではサッカーだったね。飽きたの一言でやめたけど。イオリ、あいつと同じ小学校だったの？そうだよ、4年の時。私もなっちゃんも一緒のクラスだったの。ミワちゃんラブレター出すの？今週運勢悪いから。そうだよね、告白って勇気がいるよね。イオリちゃん、あ、ごめんごめん、こっちの話だから。イオリちゃん、四つ葉のクローバーよ。何？占い雑誌に載ってた恋のおまじない、ラブレターに入れて渡すと恋が叶うって。先週は確か相手の写真を枕に入れるだっけ。女高中生最喜欢的恋爱话题呀。お話途中だったよね。ああ、遠くから見つめるだけでも心がとても満たされるの。やっぱ譲ってそうだとしても、色恋なんかより今は食いけよ。もっと食べたーい。いいね、どこに行こうか。甘いもの行っとこう。今日は割と暑かったからソフトクリームかな。いやいや、それならクレープでしょ。いおりちゃんに決めてもらいましょう。しも？ソフトクリーム、新しいの増えてるのよ。どんな味かしら。いおりちゃんも気にならない？双麒麟好了。ここんとこクレープだったし、みおちゃんに賛成かな。まあいいか。それじゃあ行きましょう。好大只的双麒麟哦。みんな新作にしたんだね。濃厚ミルククリームだって。チョコミントと悩んだよね。ではでは一口。私も。濃厚な口当たり。濃ゆい。今週の占いでラッキーアイテムがソフトクリームだったのよね。这什么幸运物啊。じゃあこれで運勢良くなったね。なってきたなってきた。うん、太っちゃうかな。ちょっと食べ過ぎかもね。いおり、さては色気づいてダイエットだな。まさか例の彼と進展あったの？ないってば。官員陰謀。学校にはろくな男いないもんな。いいなって男子、一人もいない。ミワちゃん、やっぱりラブレター出そう。
だから今週運勢悪いから。ラッキーアイテムで運気はバッチリよ。そうだ、告白しちゃえ。やめてよ、恥ずかしいよ。見守るだけで十分なの。でもイオリちゃんは網口くんと普通に話せていいな。今日も昼休みに話してたじゃない。渡り廊下のとこで。他好注意王口。何話してんの。夢の話とか。お話途中だったよね。恋は素敵よ、うさみちゃん。網口くんたちの夢みたいにつながってる気がして気になるから相談したのよね。クラベくん。 あれ冬坂さん、どうしたの。席にいなかったからここかなと思って。網口くんを待っているの。まあそんな感じ。例の夢の話。網口くんは多分ね、僕の方は今日彼の家に遊びに行っていいか聞きたくて。ずっと思ってたんだけど、なんだか冬坂さんって学校で初めて会ったって感じがしないんだ。ずっと前に会ったりしてない？ないと思う。あ、冬坂も一緒か。網口くん、また夢見たんだ。あ、それそれ、今度のはすごかったぞ。足だけついてる歩く戦車みたいなので怪獣の群れを倒そうとするんだ。寝る前にB 級の SF 映画見たでしょ。その夢ってずっと続いてるの。むしろ最近よく見るよ。クラベ君もそうだろ。僕は UFO の夢だった。円盤の転送装置で過去に飛ぶ夢。確かに夢は結構見るよ。でも僕は映画とかに影響を受けやすいからな。ところで冬坂はどうしてここに。もしかして俺たちの夢の話に興味出た。そのことなんだけど、実は最近私もおかしな夢ばかり見てて、もしかして何か関係あるなら相談した方がいいのかなって。大家好会做梦吗。どんな夢。今網口くんが話した足のある戦車、それっぽいのも夢に出てきてて。本当に。あれは網口くんだと思うけど。锦桥え。川向こうにあるはずの新世紀タワーがない。まだ立つ前なんだわ。私一人が16年前にたどり着いた。所以他是更未来的人。大木の君も脱出できなかったの。ここは私が生まれた頃の時代。16年前の世界で私ただ一人。どうすればいいの。我靠！何なのこれ。ここは。王口。スミレ橋だ。戻った？待って、あの森村千尋さんですよね。什么？誰？僕は伊田哲也。景田铁也。未来のあなたに送り出されて
僕はこの2089年に来た。ああ未来の私、スミレ橋の上にいる16年前のあなたに僕たちの戦いを伝えるよう頼まれたんだ。今度こそ奴らを倒す。周りが騒がしくなってきた。捕まると面倒だ。ここを離れよう。これは置いていくの？そうだな、いずれ必要だけど後で考えよう。ともかくここは一緒に逃げるべきじゃないかな。好惊讶哦。所以东版五百里就是森村千寻嘛，五百里长大之后会变得那么丰满就对了。譲ってそうだとしても色恋なんかより今は食いけよ。もっと食べたい。いいね、どこに行こうか。甘いもの行っとこう。今日は割と暑かったからソフトクリームかな。いやいや、それならクレープでしょ。いおりちゃんに決めてもらいましょう。ソフトクリーム、新しいの増えてるのよ。うさみちゃんと同じで今はクレープの気分かな。じゃあ決まりね。行こう行こう。哇，这个满满的草莓。ミワちゃん、いつものチョコバナナにしなかったの？だって大盛りいちご半額よ。食べちゃおう。私も。どう？いちご。縁がパリパリで。クリームたっぷり。そうだ、ツナマヨにしたら猫も寄ってきたかも。あ、ダメだよ、クレープなんてあげちゃう。私猫ちゃんのカリカリ持ってるから、あげるならそれにして。この辺の猫に餌やってるのはお前か、美和子。じゃあ今度猫見かけたらミワちゃん呼べばいいんだ。あのお店また行きたいな。え、猫咪。おーい、ミワちゃん、ほらここ。ああ、待って、今カリカリ出す。くれたね。よく似てるけど、学校にいるのとは模様が。不是学校那一只。違う猫ちゃんか。不过都是冰室猫啊。しっかり猫見てたよね、イオリ。正門のとこで比べと。あ、あれ見てたの。あ、比べちょっと変でしょ。あいつと何の話してたの？それは。まだ8時10分。見よ、この余裕の早起き。しようと思えばできちゃうのだ。这次没有咬着吐司。はこんなにお得だなんて。おお、寝てる。おはよう、藤坂さん。え、静かに。ん？
ああ、猫か。うちの近所にいるノラと似てるな。兄弟かもね。クラベ君、あの夢、今も見てるの？時々見てるよ。私もまた見たの。クラベ君が前に話してた地下に埋まった UFO の夢。 UFO？ ユリ、おはよう。药师寺也在。うさみちゃん、おはよう。クラベと何話してたの？ね、猫見てたの。ふーん、聞かせてよ、その話。うん、めぐみ？地底300公尺。十郎、よかった、一人で調べに行くなんて。君に何かあったら僕は。什么？十郎、やめて。あなたの気持ちは嬉しいけど、今は何も考えられない。気持ちにも応えられないの。そうか、僕もどうかしてた。こんな時に告白なんて、君を混乱させるだけだ。全て片付いたら、その時が来たら改めて話すよ。ん？冲野。まただ。この衝撃の原因、何か分かった？沖野君、途中にあったでしょ、動かなくなった怪獣。あれが下に落ちてきてるのよ。トンネルが塞がったから、地上に戻るには別の道を探さないと。急いで戻ったって意味はないさ。地上には誰一人いやしないんだ。おい、司くん、思い出したんだろ。お母さん、救えなくてごめんよ。いいの、ここを調べてる間は気が紛れるもの。向こうの端末見てくる。ここのブロック、データだけなのに3日かかって解析度 1.2%。データ密度が桁違いに高いわ。でもシステムの論理的な構造は私たちが使ってるものと似てる。沖野君が言うような宇宙人の遺跡なのだろうか。これは何の装置だろう。驚くべきものさ。僕の推測では、これはある種の転送装置だ。そんな顔せず、まず聞いてよ。装置と関連するデータを見つけた。量子力学の授業を取ってたでしょ。量子力学。その転送なんて不可能よ。ここにある異星人の設備は、僕たちの科学では測れない。推測が正しければ、突然消えた人たちも、これで説明ができる。森村さん。君の両親も。え、他叫他森村同学。二人とも、ちょっと見てくれ。解析に時間がかかったけど、データの中にこれを見つけた。わお。何これ。感觉就是飞碟啊。全容か。大きいな。全長30km の物体が町の真下に埋まってる。まるで巨大な円盤ね。面白い。埋まった UFO の中に僕たちはいるわけだ。ここは地上からたった300m よ。こんな大きなものが今まで見つからないはずがないわ。森村さん違うよ。意図的に隠していたんだ、おそらくね。政府による宇宙人の隠蔽か。まるで20世紀の映画だな。怪獣たちは
この円盤を目指して穴を掘ってるの。奴ら何がしたいんだ。ん？このデータと関係がありそうだ。円盤から出てるこの信号、君たちには何に見える？これはカウントダウンだわ。怪獣が中枢に接触してから信号は動き出している。カウントダウンがゼロになったら何が起こるの？重力波の異常とも関係してそうだ。円盤が飛び出すとか。解析を続けよう。何が起こるのか調べるんだ。之前在安部十郎的故事里面，东坂就有跟他讲说什么地底下的 UFO， 讲的应该就是这件事吧。